あとマーケン動画チャンネルの人です。今日は東京ビッグサイトにやってきました。ここは GMO のコーナーがありまして、GMO といったらインターネットの分野で非常に有名です。私も契約をしている会社です。まあ、こう世界各地に行っているという広がりとともに、この今日はこの AI& ロボテクスという名称がありまして、こうした分野にも出ている。単純にロボットを作るということじゃなくて、それをインターネット回線とつないだり、あるいはそうしたもののセキュリティの問題なんかも非常に幅広くやっていくというのが、この GMO がやるロボット事業の特徴だろうというふうに思います。人民球場であったり、あるいはこの産業用の自動化の面からいろいろロボットというのは考えられてますけども、 GMO がいざ高げとなると、いろいろ私たちが知らなかった分野にも活躍してくるんじゃないかというふうに思っております。今コーナーを一巡してましたが、今日のご案内はこちらで終わります。 AI の活用で67万時間以上業務削減というのがあります。終わります。